あっち見てほい。最初はグーじゃんけんぽい。伊勢の2。イエーイ。おっとぼきじゃんけんじゃんけんぽい。おお、なんだろ、こんなに汗かいてるんだ。じゃあ、バイバーイ。バイバーイ。はーい、後編。後編ウィンと焼肉、後編。うん、始まりました。始まったね。今日はちょっと、後編として、うん、まあ、前回ちょっと放送できなかったトークとか、うん、いろいろ差し込みながら、うん、お会計をお待ちしたいと思います。はい。じゃあもうシャトーブリアン行っちゃおうよ。何巻き返そうとしてシャトーブリアン行っちゃおう。どうせ勝つからいいよ。結構高い、6500円だよ。6500円ちょっと見せて。120だったらもう1人前か。うん、1人前だな。じゃあどうする。あえて、うん、じゃんけんいいよ。で、勝った方がおごる。勝った方がおごる。男気じゃんけん。これは男気ね。ああ、じゃあこれだけそれにしよう。いいよ。 OK。 いい。男気じゃんけんじゃんけんぽい。おーい、男気じゃんけんじゃんけんぽい。あー、負けちゃった。払いたかったわー。しょうがない。や、もうめっちゃ嬉しいわ。逆にめっちゃ嬉しい。そうだよね。なんかすごい嬉しい。払えることによってシャトブリアン、シャトブリアンいかないよな。いや、めっちゃ払いたかったよ、本当は。あぶねーよー。急に冷めてきた、うん、お酒。そういうもんなんですよ。やっぱゲームって面白いね。面白いね。だからこういう焼肉の食べ方初めてだわ。だってじゃんけんで何で思いついたの。なんとなく。マジで、うん、毎回毎回肉を食べるのに楽しく食べたいなと思って、うん、新鮮な気持ちで。さすがですよ。うん、はい、シャトーブリアンでございます。どうぞ。シャトーブリアン。あ、待って、すみません、これ焼き方とかってありますか。そうですね、ステーキというミディアムレアとかその辺りで。はい、なるほど、わかりました。うわー、これちなみに今これだけで、ごめん、値段の話ちょっと申し訳ないんだけど、これで4切れで6500円だから、うん、2切れで、うん、3250円。うわ、マジかよ。ちゃんと味わってる。ありがとう。うわ、なんかムカつくな。すごい負けた感じやな。って俺、高いのかな。いただきます。はい、見てください。表面だけしっかりと焼いて、もうミディアムレア、ミディアムレア、ミディアムレア状態になってるかな。うん、いただきます。どうどうどう。うん、これ逆に払わして。払うの払う甲斐がある。なるほどね。マジで、うん、うまい。もうなくなった。よく聞くやつね。無理に行く。使う、うん、稼ぐ、使う。そうだね、うん、そうしよう、うん、なんかうん、話になると俺すごい真面目になっちゃうから、うん、いいよ、真面目なウィンも見たいよ俺は。すごく思うのは、うん、俺の母国ミャンマーとかでもさ、うん、夢すごく大きく持ってるけど、うん、そのチャンスがもらえなくて、うん、ちゃんとできない子たちもたくさんいるし、うんうん、だけどミャンマーから出てきた日本っていう国で僕は、うん、運が良くて、うん、こうやって拾ってもらって、うん、役者としてアーティストとして、うん、自分のことを表現できる場所があって、だからこそ俺の使命ってまずはね、うん、自分の母国で夢を見ている、うん、たち子供たちに夢を与えることだなと俺は純粋に思ってるから、もっと頑張んなきゃ、マジで。なんかこんな感じになっちゃったね。でもいいんじゃない。俺これも一つのウィンの形だと思ってるよ。もっとふざけてたかったけど。ちなみにウィンってなんで俳優始めたの。スカウトされた。あ、スカウトなの。そう、スターダストスカウトされて。どこ歩いてて。恵比寿、ピーコックの前。ガチこれガチ。ピーコックスーパーがあって、うん、その前で、その当時、スキー場
きだった女の子と、うん、夕方7時ぐらいかな待ち合わせしてた時に、うん、で恋人関係でも何でもない、うん、スターダストのスタッフさんが来て芸能とか興味ありますかって、うん、えそっからもう入るっつって、うん、当時さ芸能事務所の、うんうん、詐欺の、うん、いろいろあったよねのがすごい流行ってたから次に俺のところにも来たわって思って、うん、で母親がその事務所に最初に行った時一番最初に聞いたのが、うんお金かかりますかって聞いたもうスタッフはもう、うん、あ、そういうのはありませんとそうだねとりあえず2年契約でレッスンとかだけでも受けてみませんかってなってそれはいくつの時それ14 14?12 初めて最初どうなんだった、うん、いや最初オーディション受けても何も分かんないの2年間契約なくなるのかなと思った時に契約更新があってその後、受けたドラマのオーディションが受かってああそこから今に至るっていうなるほどねすごい省略しちゃったけど、ぜひそれは僕のプロフィールもね本を買ってください本写真集ねああ、そうだねそう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 、うん、いや、あんまり俺が秘密しちゃうんじゃないあ、そうなんだそう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 来たはいどっちがどっちですかこっちですね、はい、じゃあまず僕からいきましょうかそうだねいただきました伝票はいちょっと俺が先見ていいいいよへえ。そんな反応へえ。見せていいいいよだなおおなるほどねまあでも一人でこれは結構食べたことだと思うそうだねうん19,89円うんじゃあ僕の方、じゃあ瓶がじゃあ4回戦はいあーでも似たり寄ったりだね似たり寄ったりだねうんやっぱシャトーブリアンとかがでかかったのかあつまんなくないなんかもっと差は開いてんだったらさっきのゲーム意味あるけどさそうだね2つ合わせて2万2000でしょうん2000差ってあんまじゃんそうだね合体しよう合体する、はい、合体いいね最後何でいきますか合体してどうするってこと合体してもそれも全部ゲームして負けた方が払う負けた方が払う全部、うん、まさかの展開いいよゲーム決めていいじゃあこの5円玉渡すから分かった、うん、この5円玉をビンは後ろでどっちかの手に入れて分かった俺が当てたらビンが払う OK 5円玉が入ってなかったら、うんゆうやが払う俺が払う、うん、はいどっちかに絶対入ってんだねどっちかには100個入ってる、うん、ビン、うん、くれね、どっち選ぶこっちを選ぶ本当にいい本当にいい本当にいい No, please マジで、うん、ちょっと待ってこれいいよいいよいいよいや、じゃあいいよじゃなくて、うん、俺が狙ってるのは、うん、俺も素直に言う時もあるうんビン俺はこっちにするわこっちにするやったーやったーなんで俺こんなに汗かいてんのなんで俺全部笑うことになってんねはぁはぁはぁじゃないよじゃあ、お会計で、ね、お会計はいございますカードでカードはいいや、美味しかったよ、ビーンめっちゃ面白いねいや、美味しかったよ、やっぱじゃあ、皆さん、うん、友達とやると、こうなりますそうだねくそじゃあ、ありがとうございますはい、はい、いくらですかはい23,760円はいごちそうさまでしたそれ覚えとけないじゃあ最後今日得たことはい悪ノリは良くない以上森田君でした、はい、チャンネル登録してねあ